サンフランシスコ前センターサンフランシスコ前センターはサンフランシスコの米エリアにある総統州の研修施設。組織としては初心者向けの瞑想寺院と長期滞在用のタサファラ前マウンテンセンター、有機農園のグリーンガルチ農園で構成される。1959年5月23日、鈴木と孝が日本より日本外にあるサンフランシスコ寺住職に着任した。 1961年には彼の妻の鈴木光も日本より来た。サンフランシスコデラは磯辺本線が1934年に現在は老人ホームとなっている旧品川区に開設された総統州の寺院で鈴木の不妊治は日系アメリカ人の信徒で占められていた。鈴木の着任時はちょうどビートジェネレーションと60年代の社会運動の最後の波で その動きがサンフランシスコにも来ていた。やがてサンフランシスコ寺ラにもそれらの非日系人が朝座禅をしに来るようになった。彼らはすぐに定期的に参禅するようになり、その数は日系人を超えるまでになった。そしてそれはサンフランシスコ寺ラの神都内部に対立をもたらした。そこで1961年にサンフランシスコ寺ラ内ではあったものの、 西洋人の参前者を対象として別個に指導するようにしたところ、対立は緩和された。その後、1962年に全センターとして結実した。60年代半ばには参前者は急速に増加した。鈴木は彼らのためにに3年以内により座禅に集中できるよう修行道場の設立を決めた。田原禅。 マウンテンセンター創設そして1966年に鈴木と皇帝の前鉄リチャード・ベーカーはカリフォルニア州ビッグサー海岸のロスパドレス国立公園内の田ハ原温泉にその場所を選んだ。翌1967年にベーカーらの募金活動によってその土地を購入した。そうして設立された田ハ原前マウンテンセンターは アメリカで最初の禅の修行道場となった。1967年には鈴木の女子として音川博文が日本よりトライ、1970年まで全身寺に駐在し、1971年からロスアルトスの俳句禅センターの住職へと赴任した。彼は1978年まで住職を務め、1979年にはロスガトスの自公寺に転任した。 その後の助手として1969年から1971年の間、片桐大人がトライした。片桐は1972年にミネアポリスにミネソタ全センターを創設した。1969年になるとサンフランシスコ寺の総大会は、鈴木が西洋の三千社たちにかまけすぎだとして、住職からの辞任を迫った。数ヶ月後、 鈴木と西洋の参戦者たちは300ページ通りに建物を購入してシティセンターとしてそこに移動した。1970年には鈴木はベーカーを西洋系アメリカ人で唯一の奉仕とした。弱小、ビルクオンも奉仕になる予定だったが鈴木の死後により認定されず鈴木の息子の鈴木法一によって認定された。後に、 多くの言語に翻訳された、ゼンマインドビギナーズマインドの観光直後の1971年12月4日、鈴木がガンにより67歳で戦でした。鈴木は12年という短いアメリカ滞在期間であったが、アメリカでの相当前を確立させた。グリーンガルチ農園創設鈴木はベイカーに3000社が仏教的な生活が送れるような農園の開設を託した。 1972年にグリーンガルチファームを太平洋に面した谷、サウサリトに、ポラロイド社の創設者の一人、ジョージホイールライトより32万平米の土地を購入して開園させた。ベーカーはこれについてアメリカ仏教において重要なことと述べた。メンバーはすぐに資金を調達して、座禅堂、宿泊施設、有機農場、花園、種病育成室、 農場を建設した。1976年にはギャロペストリー社を購入して、1992年にジャストデザート社に売却、1999年に閉店したタサハラベーカリーとした。タサハラベーカリー事業、タサハラベーカリーは、タサハラゼンマウンテンセンターでの釜焼きを利用したベーカー提唱のベンチャー事業だった。タサハラゼンマウンテンセンターは、 1967年から参戦者や滞在者のためにパンを焼き、エドワード・エスプ・ブラウンによるタサハ原朝食所でも興味深く紹介された。パンはグリーンレストランや地域の販売店に搬入された。グリーンズ事業、グリーンズも1979年にサンフランシスコのフォートメイソンで開店させたベーカーによる全センターの別のベンチャー事業である。 アメリカでの初期のベジタリアン料理の研究家は、エドワード・エスプ・ブラウントデボラ・マディソンであり、二人は1987年に、緑のレシピという料理本を出した。1980年代、グリーンレストランは、サンフランシスコで名の知れたレストランの一つだった。不倫による隕石辞任1983年5月、ベーカーはセンター幹部の妻との不倫を告発された。 彼は否定したが、数人の会員の女性とも恋愛関係にあったと、告発され、これらの意外な真事実により、彼は1984年に住職を辞任した。また、1980年代に彼は、ひとやま、同志位を特度させた。これは、ひとやまが、その後ハートフォード通り前センターの住職になった、ことから、彼とロバート・ベイカー・エイトケンとの同性愛者への善意の、 影響についての問答が背景にあると推測される。前センターの当時のその他の事業としては、アーラや法政書によるザ・カバノヤザブトンの製作販売、ハリ仕事、グリーンガルチ農園の収穫物の販売などがあったが、2012年、現在休止している。ベーカーの辞任後は片桐がセンターを指導した。片桐の離任後の1986年からは、 1983年にベーカーの最初の奉仕となった天津レッド・アンダーソンが1988年まで単独住職を務めた。1987年には5章のベッドを備えたページストリートにある宿泊所から全ホスピス活動を始めアメリカ最大規模の仏教ホスピスで25章以上あるラグーナ・ホンダ病院でも活動している。 終末期にある何らかの信仰を持つ、あるいは無宗教の人に対して提供している。本活動の責任者は、フランク・オスタセスキーで2004年まで務めた。拳銃所持事件アンダーソンは1983年から1987年にかかる事件に関与した。ゴールデンゲートパークをジョギングしながら通り抜ける間、茂みに入って、 雇用を出そうとしたところ、頭に打たれた傷跡がある死体と拳銃を発見した。彼は警察に通報せず、数日間死体観察瞑想を行い、また拳銃を持ち帰った。最終日に死体を見失うとともに、同僚から自殺事件の新聞記事を見せられた。その後の1988年、彼がセンターの住職となって15ヶ月後、 公の場で拳銃を使用した罪で逮捕された彼はセンターから1ブロック先で強盗が出たとの報告を受けセンターの車庫に拳銃を隠していたことを思い出し取りに行ったその後拳銃を持ちながら公営団地で強盗を探して徘徊中拳銃の不法所持の疑いで数分後に警察に逮捕されたこの事件は全米に報道され彼の経歴に大いに マイナスとなった。センターは彼に休職するよう求めた。半年後、彼は復帰した。西による不祥事に、センターは衝撃を受け、共同住職制度の導入することにした。総順メルワイツマンは、彼の残り任期と、次の1995年までの任期の間、共同住職を務めた。彼は、本事件に関して、次のように述べている。 1990年代に幹部会は律に基づき、苦情と和解用の倫理の法則、手続きを作成した。そして、住職選挙制度を始めた。1995年には、ゾウアナ、ノーマン・フィッシャーが住職となり、1996年には、前景ブランチ・ハートマンが共同住職となった。2000年には、転身、 レブ・アンダーソンより1996年に奉仕と認定された事項、リンダ・カッツが住職となった。2003年には、総ン・ベル・ワイツマンより1993年に奉仕と認定されたポール・ハラーが共同住職となった。2012年8月13日、創設50周年法要を挙行。センターは、非公式に下記の全センターと提携している。ありがとうございます。